私の名前は赤塚さとみ。デザイン関係の仕事をしている。よくブラックだのなんだの言われるけど、その通り。世の中の変化でいろいろなくなったものはあるけれど、業界の体質的にはまだまだって感じだ。夫の真治とは婚活パーティーで出会った。もう30近いし、そろそろかなと思っており、勇気を出して参加。運よく夫と出会えた。僕もこういうところは初めてで。私もです。それをきっかけに連絡先を交換、デートを重ね、3ヶ月後にはプロポーズされた。昔の人だってお見合いして3ヶ月で結婚するか否か決めた人もいるし、私としては断る理由もなく結婚を承諾した。しかし問題は義両親たちにあった。あなたは嫁に来たんだから、この家のものだからね。ものって盆正月は帰ることは許しませんよ。お前は嫁なんだから、帰る家なんてないんだから。挨拶に行くなり、時代錯誤な命令ばかりされてポカーンとなるぐらいだった。それを聞いて夫の方が先に激怒した。そんなこと今まで一度も言ったことなかったじゃないか。何を言い出すんだ。帰ろうさとみ。ちょっと待ちなさい。嫁が現れた途端、豹変するタイプの母親だったのだろう。夫もあんな姿を見るのは初めてだと言っていた。そして横でニヤニヤしている義妹の間を。まあ嫁ってそういうもんじゃん。郷に行ったら郷に従うのよ。私にも逆らわないでね。平気でありえないことを言うものだから、また夫が激怒。こんなところ二度と帰らんと私を守るように帰宅。待ちなさいお兄ちゃん。正直私も田舎の男尊女卑が強めのところだったので、言われるだけなら慣れていた。ただあの義実家とうまくやれと言われたら自信ない。私たちは結婚式も挙げず、届け出を出しただけで終わった。夫の方がもうあんな家族と会うのも嫌がったからだ。私も結婚式をやりたいというタイプではなかったので、むしろ助かった。だが息子が帰ってこなくなった。結婚式もやらないと聞いて、義両親と義妹はますます私のことを嫌っていくのであった。しょっちゅう電話をよこすようになり、ギャンギャンわめき散らすのだ。留守電にも入っている時があり、うんざりしてしまう。実家はもうないものと思いなさいよ。親は私たちだけだから、しっかり尽くしなさいと嫁の心得を厳しくしつこく説いていた。一応留守電にも入っているたび夫に報告。すぐに電話をして注意をしていたが意味はなし。はいはいと受け流すだけの日々を過ごしているうちに、なんと義妹の結婚話が持ち上がった。お願いよ、真央のために顔合わせだけは来てちょうだい。わかった、それだけだからな。夫も鬼ではない。顔合わせと妹の結婚式だけならばと了承し、私も行くことに。顔合わせはとあるいい料亭にて行われた。本当に来たの？マナーとかわかる？私に恥かかせないでよ。わかった？呆れた。これから大切な顔合わせだというのに、自分をよく見せることしか考えていないのだ。言われなくても、ただただ私は黙っているつもりだった。何もなければ。はじめまして、よろしくお願いします。こちらは僕の両親です。顔合わせは和やかに始まり、食事もみんな楽しんでいた。私と夫は時たま相手と話したり、ほぼほぼ料理も食べ終え、お茶が出てきた頃、義母は堂々とこんなことを言い出した。真央はうちの大事な娘ですからね。たまには里帰りさせるように。ええ、もちろんそのつもりです。ノブさんと結婚はしますけど、お宅の嫁にさせるわけじゃないですから。など、これまで私に言ってきたことと正反対の発言を連発。相手の親が嫌そうな顔をしているのも気づかない。家も建てるなら実家のすぐ近くじゃないと許さないから。あと、絶対専業主婦ね。それはこれから話し合って決めない？親の前でちゃんと言っといた方がいいでしょ。ご両親だけでなく、婚約者も顔が引きつり出した。義妹も親がいるからと気が大きくなっているに違いない。これは助け舟を出さなきゃ、義妹の結婚が流れたら大変と私はすぐ動いた。あら母さん、私には結婚したら実家はないものと思え、嫁は婚家のもの、里帰りなどもってのほかとか嫁としての心得を教えてくださっているのに、真央ちゃんにも同様な扱いをしてあげてくださいよ。何言ってちょっと真央ちゃん、いつもお母さんと一緒に嫁の心得を唱和してるんだから大丈夫よね。ちゃんと婚家で嫁として尽くして、実家を捨てて婚家で幸せになってねとフォローしてあげた。何言ってんのよ。だって私いまだに電話で言われるのよ。嫁としてちゃんとしろって。あなたも私に逆らうなとか言ったわよね。嫁いだら義母さんに逆らっちゃダメよ。やめてよ。でもどうしてかフォローしてあげたのに義妹も義両親も相手方も凍りついてしまった。今日はもうお開きにしましょうか。待って、私たちも帰りましょう。さっさと立ち上がっていく婚約者とそのご両親。義母は途端焦りだし相手方を引き止める。待ってくださいよ、ちゃんとうちの子を大事にするって誓って。また連絡します。ノブ、たちが悪いのは義母は全然自分が悪いとは思ってないところ。その後婚約者から連絡がないとかで義妹が常にイライラするようになった。なんで連絡来ないのよ。まったくみんなさとみさんのせいよ。責任取ってもらわなきゃ。どういう考えでそうなったんだか。義妹と義母は近所迷惑も考えずうちの前まで来てわめくようになった。あんたのせいよ、余計なこと言ったから結婚なくなりそうになってるの。責任取っていい条件の男でも紹介しなさい、姑の命令よ。逆ギレにも程があるとなんだか笑ってしまった。夫に至っては今後役に立つかもと録音をし始めている。開けろ、土下座しろ。慰謝料よ、お詫びのお金を渡しなさい。いよいよ近所の人が集まってきたので私たちは玄関先に出た。家に入れるつもりはない。近所迷惑なので帰ってください。よくもそんなこと言えたわね。結婚ぶっ壊したくせに謝れ。私は教えられたことを話しただけじゃないですか。わざとらしく大きなため息をついてある。だが2人はますますヒートアップ。実の娘とは違うでしょうが。あんたは赤の他人だから私に従うの。そうですね、赤の他人です。だから言うことなんて聞きませんよ。あんたいつまで逆らうつもり、嫁でしょ。ここまで黙っていた夫はついに怒りが爆発した。いい加減にしてくれよ。母さんも真央も間違ってる。嫁の味方するの？お兄ちゃん。そうだよ、俺は里美の味方なんだ。お前らなんかかばいたくもないよ。最愛の息子からはっきり言われ義母が焦り始める。なんでそんなこと言うのよ。私たち家族よね。俺の家族は里美だけだよ。なんてこと言うの。今まで育ててやったのに。そんな女の味方なんてしないでよ。自分たちが悪いなどみじんも思っていないこの人たちに夫は心底軽蔑したように言った。どうしてそんなに里美を目の敵にするんだよ。そもそも何が悪いかと言ったら母さんと真央だろ。でも嫁の心得とかマジ今時ないわ。むしろ恥ずかしいよ。それって母さんの時あったの？それは今とは関係ないでしょ。いやいや、留守電とか録音あるからさ、自分で一回何言ってるか聞いてみたら。黙る義母、自分の時に心得なんてなかったんだろうな。勝手に心得とか作ってさ、しかもそれは娘には守らせない。どういうつもり？ただ里美に対する嫌がらせだろ。私はそんなつもりじゃん。あとな、お前はそもそも性格が悪いんだよ。隠し通そうとしても無駄。里美が何言おうとも今のまんまじゃお前の結婚なんてうまくいくわけない。そんなことない。はっきり言われ泣きながら2人は帰っていった。大好きな息子は兄に言われたのが相当答えたらしい。それからすぐ夫の元に義妹の婚約者から連絡が来た。顔合わせの時は申し訳ありません。でも結婚の前に聞いておきたいことがあって。真央さんは義母さんとべったりなんですか？そうだね、2人でろくなことはしないよ。俺から言うのも申し訳ないけど、本当に結婚したいならもうちょっと時間をかけた方がいいよ。それと奥さんの方にもお話を聞きたくて。私に電話を代わってほしいと言ってきた婚約者。多分言われていたことは本当なのか確かめたかったんだろう。例の嫁の心得とか留守電のメモリがなくなるほど迷惑な電話が来てること、義妹には会うたび嫌味を言われることなど包み隠さず伝えておいた。やっぱりそうなんですね。ありがとうございます。その電話の後すぐに義妹の結婚はなくなり別れを告げられたそう。当たり前っちゃ当たり前だ。こんなにも裏と表がある人だとは思わなかった。君の母親もちょっと受け入れがたいなんてはっきり言われたらしい。そこでやっと私たちおかしいのと思い始めたみたいだが、人間早々には変われない。なんなんでよ、ひどい。許せなかったのか、元婚約者の嘘の良くない噂を流そうとしたが失敗。逆に友達から絶縁されたり距離を置かれるようになったという。義母の方は変な心得とか言い出して娘の結婚を潰したと噂になり、近所中からひそひそされているようだ。まあ自分から顔合わせのことをベラベラ話してたので自業自得だ。そこでも元婚約者のことを悪く言おうとしていたみたいだが、近所の人は普通の感覚を持っていたので、おかしいのはあんたよとはっきり言ってくれた様子。結局そんな空気に耐えられず、義妹義父ともども引きこもっているらしい。そんな結婚したかっただけなのに。一度夫の方に助けを求めてきたが、あんたらが引き起こしたことだろ、黙っておとなしく暮らせよとはっきり突き返した。ついでに介護も何もしないと宣言したそう。親子3人力を合わせて暮らせば何とでもなるだろう。私たちは引っ越すことを決め、今は義実家から離れたところに家を買った。嫁の心得とかよく考えるよね。それほど暇ってことなんだよ。夫はもう葬式も出るつもりはないらしい。義妹がいるから大丈夫だろうと。夫も私もテレワークだし、引っ越して本当によかった。夫婦の時間を大切にし楽しく過ごしている。ご視聴ありがとうございました。また見てね。